ああ、どっか素敵な彼氏が落ちてないかな。ということで、どうも皆さん、こんにちは。エルザです。今回はアプリのゲームやっていきたいと思います。まあ、めちゃくちゃ久しぶりにアプリのゲームだね。ということで、今回するアプリのゲームというのは、戦え、マッチングアプリ、婚活あるあるバトルと。で、まあ、独身のこの可愛らしい女性が、まあ、独身から脱出するゲームという、全く新しいジャンルのゲームになってます。で、噂によると、にそっくりらしいので、そのあたりやっていきたいなと思います。さあ、この女の子はマッチっていう名前らしいね。じゃあ行きましょう。おー、ホコス。どっかで見たことあるような。はいはい、お悩みのようじゃな、マッチちゃん。あ、博士。そんな時はマッチングアプリでも試してみたらどうじゃ。博士が勧めるんだね。ああ、最近流行ってか流行ってますよね。よし、じゃあこのマッチングアプリでパパッと彼氏を。いかん。え、何がですか？マッチちゃん、男友達もいないじゃろ。男に慣れてなさすぎるんじゃ。どんな状態で彼氏を作ろうとしても変な男に捕まって終わりじゃぞ。確かに。でもじゃあどうすればいいの？まずはたくさん男友達を作るところからの、この図鑑を男友達で埋めるのじゃ。男図鑑を手に入れた。アドレス帳なんだね。それが全て埋まる頃には女子力も上がり、理想の彼氏を見つけられるはずじゃ。これで上がんのか。ただ彼らの彼女や遊び相手を探しているからの、彼らにはただの男友達はなってはくれはせん。だからまず彼らがかっこいいと思ってやっていることや、言われたくないことを、指摘して、メンタルを追って、友達に誘うんじゃ。確実に、やりに行くんだね。なるほど。なんとなくわかりました。私はこの図鑑、かっこアドレス、全部埋めて、女子力を上げ、理想の彼氏に出会います。ということで、始まったね。男友達からいいねが来るので、ありがとうで、気に入らなければスキップを押す。はーい。まずは博士とマッチングしてみましょう。お前か。ってことは、博士は、マッチングアプリをしてたってことね。スキップ。お前しかおらんやねえか。もう、博士と友達になるの？なんか下心ありそうな顔してるじゃん。もう、じゃあ。あ、しかも43とかこうめっちゃ飛んでいくね。これちょっと一回全部やってみようか。いいねがありません。アプリを閉じててもたまるので、また後で起動しても大丈夫。あ、なるほどね。じゃあこの1がスタミナなんだ。じゃあちょっと時間待ちましょうか。はい、ということで、時間待って、スタミナが溜まりましたね。で、まあ、この50が好き、スタミナっていうのは分かったので、うまく利用していこうかなと思います。じゃあ博士にいいねされましたっていうか、されないといけないですね。いいねしとこう。ん？バトルスタートじゃん。博士とマッチングした。うわー、まんまんポケモンじゃん。すげー。まずは攻撃して相手のメンタルを削ろう。相手のメンタルを削るゲームなんだね。うわー、ゲージもまんま。 HP じゃなくてメンタルなんだ。ちなみにマカロンとかあるよ。ゲットとかあるね。タイルボール。さあ、まず攻撃しよう。あー、モンストも入ってるんだね。ピン。あ、プロフィールの写真と全然違うじゃない。あー、なるほどね。どうすんね、連鎖がどうこう言うんでしょう。相手も攻めてくるんだね。多分あれは博士の本音やね。メンタルを削った後は図鑑ゲットを使っているほど成功しやすいぞ。でゲットができる。いやー、これゲットできるの？連絡先教えてください。しかもめっちゃ揺れてる。あ、心が揺れるのと一緒だね。で、博士をゲットと。
まちちゃん顔してるけどね、なんか残念そうな感じがするよね。さあ、博士をゲットしたピースということで、レベル上がったね。女子力レベルが上がった。新しい出会いの予感。語彙力が上がった。語彙力か。あ、ここね、ちょっと出てきて、まだしかないんですよね。連絡先、ゲットボーナス。ルイーニを手に入れた。はいはい。博士、54歳。自己紹介。あまり出会いがないので登録してみました。まだ使い方よくわかっていません。とある国家資格の勉強中です。範囲が広く死んでいます。なんか学生みたいな書き方ですね。今は実家暮らしですか？近いうちに一人暮らしを企んでいます。あー、絶対一人暮らししないタイプだね。サービス業なんだね。さあ、相手のメンタルを削れば削るほどと書いてあったね。さあ、まあ、このように連絡先をゲットして図鑑を見ていきましょう。新しい男をゲットすると女子力レベルが上がり、会える男の種類も増えていくぞ。あー、じゃあレベル上げないといけないんだね。で、博士だから、ここで博士戦って、これさ、例えば攻撃するじゃん。早速タメ口ですかって君だって何も分かりませんよ。本音やね。これは本音やね、博士のね。じゃあ、ゲットしましょう。おー、つかまない。しかし、断られてしまった。パンケーキ写真、顔写真に載せてください。もう絶対ダメなやつじゃん。じゃあ、もうそんなダメよはもうね。はい。15時間過ぎてドタキャンひどいですよ。博士、全然ダメだね。博士をやっつけた。メンタル削るだけ削ってたね。ちなみに倒すことによって博士をつけたコンボボーナス2。いいね。でもレベルを、新しい男をゲットした時にレベルがあるんだね。あ、電話。ほいほい。博士呼ぶ？呼ぶって何？今なんか見えたね。あー、男友達を部屋にどんどん呼ぼう。いやー、逆にそんな女の子嫌じゃね？嫌だね。部屋にいる人数を応じていいねの上限数が上がる。あー、そういうことね。あ、52になってる。ってことは、スキップ。スキップ。ホスト風、ホスト風さんにいいねされました。なんだろうな、ダメ女体質な感じがするな、主人公ね。じゃあ、ありがとう。うわー、なんかこういうトレーナーいるよね。ホスト風と、ホスト風。あら、ホストではないね。風なんだね、あくまでね。じゃあ、まず攻撃だね。あ、すごい。ゲージの上がりが全然違う。あ、あ、コンパパッ。婚活パーティーでお会いした方ですよね。嫌だな、そんな攻め方嫌だな。うちに猫見に来ませんか。ああ、よくあるやつですね。君がカフェ巡りって具体的に何をするんですか？いろんなカフェあるからね。今のだったら猫カフェだよね。軽くお茶しませんか。あ、お茶しませんかって嫌なんだね。わかんないけど。ID 交換お願いします。お！あー、ゲットできない。断れてしまった。そろそろお仕事終わりましたか？うわー、しつこいねー。ちなみに、これゲットできるかな？じゃあ ID 交換お願いします。あー、断られた。とりあえずやってみませんか。あー、こっちのメンタルが削られた。心が折れてしまった。なるほどね。もう一回、まあ、レベル上げるにはどんどんね、ゲットしないといけないからね。
お、やっとゲットできた。ホスト風の連絡先をゲット。意外と堅実が硬いんだね。でも普通に考えてさ、あんだけボロクソ言われてて、教える側も教える側だよね普通に考えてすげえなと思う。さあ、女子力レベルが上がった。新しい出会いの予感。語彙力が上がったと。なんとマカロンを1個もらった。このマカロンって何なんだね。ホスト風25歳。たまたまこのアプリの広告を見かけたので登録してみました。まだ結婚を考えていませんが、パートナーは欲しいと思っています。周りにはなんで彼女いないのってよく言われます。気軽にいいにしてください。出会うまでまず会いたいあの、そういう、そうです。ね、いないのって聞くんだけど、別に自分は彼氏にしたいっていうパターンではないっていうところだね。話したらダメなやつだろうな、多分ね。あ、傷ついたメンタルはって書いてあったね。じゃあ、ちょっと待った。帰れ。あー、帰れやるんだね。呼ぶ。あ、間に一人いるね。じゃあ、次。え、バカ者の狙いさんにいいねされました。嫌だな。バカ者狙いさんとか言われたくねえなさあ、マッチングやりますか。とりあえず攻撃を。私のお父さんより年上なんですねあ、やっぱこれ聞くんだな。人生の先輩からアドバイスしてあげますね。彼女探すならそんなね、上からはダメよ。ID の交換お願いします。いやー、いい顔してるよね。あ、早かった。若者狙いの連絡先をゲットした。怖えな。怖えな。嫌だな。若者狙いをゲットした。女子力レベルが上がった。新しい出会いの予感。語彙力が上がったと。それでもって下の画面に高級ブランド品が出てるのが面白いね。若者狙いでブランド品が広告って嫌だな連絡先ゲットボーナス10いいねって入れた。はいはい。49歳。博士より若いじゃん。周りからは年齢より若く見えるとよく言われます。その差はあまり気にしませんが、いつも仲良くなるのはなぜか結構年下が多いので、その方がお互い合うのかもしれませんね。帰り物には敏感なタイプ。会社員。あれ、結婚歴ないならないって書けばいいのに、空白はなんか怪しいね。お、ヤンキーさんにいいねされました。ヤンキーかー。ね、メンチ切られてもね、ヤンキーとマッチングした。さあ、ヤンキーをコテンパンにしま、おー、めんどくさそうなゲージ。よし。お母さんが泣いてますよって。クリティカルじゃん。ダメだよ、そんなんやったら。ヤンキーをやっつけた。ダメ。そんな傷つけちゃう。コンボボーナスで3ね、3いいねもらったんだね。またちょっとヤンキーくん探そうか。ちなみに、図鑑でしょ？一回見つけた子は、ああ、表示されるね。はい、ヤンキーくん。行きましょう。ああ、ちょっとクリティカル出すといかんっていうのは分かったから。ああ、出してしまった。将来のことちゃんと考えてますか？ああさ。探そう。これで4コンボでいいには増えるんだけどね。あれ？なんか新しいのいるね。高学歴さんにいいねされました。これ博士の日焼け版みたいな感じじゃない？高学歴さん。いや、どう見ても博士なんだよな。博士の色違いみたいなね。まあ、でも、キャタピービートル的な。ニドランオスメスとかさ、系だろうかな。あ、婚活パーティーでお会いしましたよね。いや、なんか、あんまり語彙力上がってねえな。どこ済み
組っていきなりすぎるだろう。おっ、会ってみないと何も分かんない。やっぱ博士だ、これ博士だな。おー強い。あ、意外とあれだね、強いね敵ね。ほんとギリギリ狙わないとゲットできない。いやーダメだね。どうしたん？なんでいきなりタメ口なの？お、やっとゲットだー。高学歴の連鎖先をゲット。あ、これでレベルが1上がるかな。レベル4。いいね、ゲットして。はい、はい。55歳。出会いがないわけではないのですが、なかなか自分の会う人がいないため、ここも見てみることにしました。見てみることにしました。お互いを刺激し、成長し合える関係が理想です。家柄も重視します。歴史ある家系なので、相応の覚悟をお願いします。学歴、大学院、研究所。よく聞くやつやね。成長し合える関係。いやいや、他人に求めるな。自分だけでいいじゃん。許容したらダメよね。じゃあ、そうだね。ちょっと今回、ここまでにしましょうか。いい感じなんで。まあ、またスタミナ貯めてスキップ感じになるかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。